こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は、ポートのホストモードの一つであるマルチオースモードを紹介します。マルチオースモードのポートには、複数のエンドポイント、すなわち複数の Mac アドレスが接続可能です。また、 マルチホストモードとは異なり、すべてのエンドポイントに対して認証処理が実施されます。では、今から実機を用いてマルチオースモードの動作を確認します。スイッチのポートをマルチオースモードに変更するには、オーセンティケーション、ホストモード、 マルチオースコマンドを設定します。現在、スイッチのギビットイーサーネット一スラゼロスラ1の先に存在するハブにエンドポイントが1台接続されています。小 Mac アドレステーブルコマンドを実行するとギビットイーサーネット一スラゼロスラ1の先に 一つ Mac アドレスが存在することが確認できます。小オーセンティケーションセッションコマンドを実行すると、スイッチはエンドポイントの Mac アドレスを認識しており、かつホストモードがマルチオースであることが確認できます。この状況で同じハブに2台目のエンドポイントを 接続します。小 MAC アドレステーブルコマンドを実行するとギガビットイーサネット r 1スラ a 0 1の先に2つ目の MAC アドレスが現れたことが確認できます。show Authentication Session コマンドを実行するとスイッチは2つ目の MAC アドレスすなわち 2代目のエンドポイントに対して認証処理を実施していることが確認できます。また、1代目のエンドポイントからラン側へのピング、2代目のエンドポイントからラン側へのピングが成功することが確認できます。最後、まとめになります。ホストモードが マルチオースのポートには複数のエンドポイント、すなわち複数の Mac アドレスが接続可能です。また、マルチホストモードとは異なり、マルチオースモードではすべてのエンドポイントに対して認証処理が実施されます。今後も .1x 関連の動画が続きますので、 興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。